皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらババーン、フィッシュマンのラウドボックスマイクロというアコースティックアンプを黒沢楽器さんより、お借りすることができましたので、こちらのアンプを紹介させていただこうかなと思っておりますみたいな感じの動画でございます。見てわかる通り届きたてほやほやでございまして、私も全然もう前情報がない感じなんですけれども、まあ、このねラウドボックスっていうねシリーズが結構昔からあって、なんかねいっぱいあるんですよ種類が。で昔ねこれのねアーティストっていうねすごいこの大きいタイプのやつ、フィッシュマンの、ラウドボックスアーティストっていう結構大きいアンプをね少し弾いたことがあってね、その時の感想ではすごいなんかこうしっとりしてね、めちゃくちゃいいアンプだなぁなんて思った記憶があるんですが、今回このマイクロ、割と新しいアンプなんですけどね、この名前の通りマイクロっていうね、いうぐらいだからすごい小さくなって、新登場みたいな感じでございます。とりあえず中身を開けてみるとこんな感じです。じゃじゃーん。なんか新品の機材っていいよね。こんな感じで新しく入っております。じゃじゃーん。これがマイクロボックス。マイクロボックスじゃねえや。ラウドボックスマイクロの全容図でございます。ちっちゃーい。ちっちゃーい。4キロちょいって感じなので、片手で全然持てる範疇です。とりあえずババッと開けてみましょうか。その姿をあらわに。じゃじゃん。シリカギャル。じゃじゃん。こんな感じです。わお、ちっちゃ。でもこれで 40W あるって言ってたからすごいびっくりっすよね。こんな小さくて 40W あんのみたいな。まあ片手で持つとね、ちょっとまあずっしりくる感じではあるんですけども、まあ全然女性の方でもね、まあそんなに苦労なく持ち運べるっていう感じのタイプのアンプでございますね、ラウドボックスマイクロ。上の方から見ていくとですね、マイクを入力する端子がありまして、マイクの原因、ロー、ハイ、リバーブで、アコギを入力する端子があって、ゲイン、ロー、ミッド、ハイ、リバーブ。で、このね、ちょっと若干コーラス系、空間系のエフェクト、コーラスとかをかけられるようなところがあって、フェーズスイッチと、マスターボリュームに電源という感じになっております。で、後ろの方はですね、まあ、電源を挿すところと、オグジュアリーイン。残念ながら、オグジュアリーインに関しては、ゲイン設定、ボリューム設定はできないみたいですね。で、イヤホン端子があって、まあ一応 DI として使うこともできて、ここからキャノンアートで、まあ何かしらのミキサーとかタクとかに送ることができるよ、みたいな感じの設定でございます。いかがでしょうか？ババン！結構見た目も、なんか可愛いですよね。このメッシュの、この茶色感、黒感がすごくいい感じでございまして。ちょっとこれが見えるように、ちょっとカメラの F 値を少し下げようかな。今すごい F を絞ってるんですけど、3.5 ぐらいまで。そうすると多分、あ、画面が暗くなっちゃった。ISO を上げよう。よいしょ。こんな感じでどうよ。そうすると私の手元もフィッシュマンのアンプもベベン見えると思うんですけども。で、あと付属品としては、アンプですね。アンプじゃねえや、電源ですね。電源、フィッシュマンの、まあこれに関しては機種を言われても分かんないか。結構大きいですね。重くはないんだけど、ちょっとそこそこサイズがあります。これと、あと三振の電源ですね。この三振はどっかにあった気がするな。とりあえずこんな感じで、こちらがその AC の端子になっているので、これをサクッと接続します。で、どっかにね、この三種のケーブル、新しいの出さなくてもあった気がするんだよね。どこだっけかな、ここですね。じゃじゃん。で、もちろん、三種のケーブル、この箱の中に、ちょっと、厳重に梱包されて置いてありまして、これを使うことも可能でございます。ただこの場合はですね、先っぽの方がですね、このアースが、ついてる。なんて言えばいいんだ？このコンセントとアースの三振になってるので、まあ、ちょっとこんな感じでアタッチメントをつけなければいけないんですけども、こういうのもついているよというところでございます。なんでこういうケーブルがなくても大丈夫です。安心してください。で、これを三振をブスッと
しまして、でこちらを電源に接続をすれば音が出るはず。やってみよう。よいしょ。えい。ブス。で上からのアングルはこちらの iPhone で。行くぞ。画面ドン。ズババババーンと。上からのお手元もお見せしながらやっていこうかと思っております。とりあえず、あれ、電源入ってるわ。あ、あれですね。電源、このスイッチ式ですね。これ割とポイント高い。なんか最近さ、こう、アンプってさ、なんかスイッチ式すごい減った感じしません？なんかボタンを長押ししてとか、なんかタッチパネル式みたいな感じだったりとかして、なんかこのね、僕このね、本当に単純にこのポンって押して電源入って、ポンと押して電源切れるって、これすごく好きなんですけども、最近こういうの少なくなってますよね。そんな感じのタイプのパワースイッチでございます。で、この状態にして、まあせっかくだからとりあえずつなぎましょうか。まあせっかくだからっていうか、単純に音が気になりますよね。思想環境としては、まあいつもの私のマーティンのマチコさん、とこのフィッシュマンのラウドボックスマイクロにアンセムで接続をしまして、でギターアンプの前にこちらズームの H2N こちらを置いてですね、集音していこうかと思っております。えい。録音開始。でこれで音が出る状態なんですが、鳴らしていってみましょう。とりあえずエコライザーはフルフラットにして、リバーブも切って、このコーラスとか抜いて、このまま素直に鳴らしてみましょう。おお、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 フルフラットで弾いてみます。ちょっとマスターこんな感じ。音でかい。すごい。マスターまだこんな9時ぐらいなのにすごい。これこれすごい。このサイズ感からはなかなか想像しえぬファットさとふくよかさがある。すげえ。ちょっとこれボリューム上げてみていいですか。今これ12時なんですけども、12時ぐらいまでガーッと上げてみると、お、すげえでかい、すげえでかい、すげえ音でかい。すげえ音でかいぞこれ。すごいな。これマックスにしたらどうなっちゃうんだろう。わあ、これは全然、これは全然、これは全然、え、すごっ。え、すごっ。普通にうちのお店ぐらいのサイズだったらこれ1台で全然成り立つかも。すげえな。なんかね、このしっとり感がね、すごくてね、なんかめちゃめちゃこの
アコギの美味しいところが出てきてるっていうのかな、なんかジャーンってコード弾くだけでもあーっていう感じがする。ちょっとこのままイコライザー何もしなくても別にいいんだけども、ちょっと若干変えてみましょうか。真ん中を上げてみたらどうだろう。あー、これはこれでいいな。これはこれでいいな。めちゃめちゃ音いい。すごい。ちょっとリバーブ入れていいですか。リバーブ、ちょっとピヨピヨする感じの、ちょっと若干プレート寄りな、プレート寄りなホール的なリバーブですかね。これは結構使いやすい、しっとりした系、しっとりした系の、めちゃめちゃリバーブにしましょうか。すげえな。めちゃめちゃ弾いてて気持ちいい感じがします。ちょっと真ん中下げて少しドンシャリサウンドにしてみよう、しましょうか。真ん中下げてローとハイをちょっと上げて、はい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 、はい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 、はい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 、
これはね、これはね、想像以上にいいぞ。すごい、なんかね、アコギらしい、アコギの美味しいところがね、すごい出てきてる気がする。僕の個人的なサウンドとしてはですね、これ全然フルフラットでね、全然いい感じ。もう、ローもミッドもハイも全然いじらずに、もうこのままで、ちょっとこの適当にリバーブバーって出して、これで多分ね、皆さんがその試奏するときとかに、ちょっとペッてね、こうね、Cコードが、って弾くと、なると思う。あーってなんだよって感じがするかもしれないですけども、でも多分わかると思う、これ。いやーすげえな、これすげえな、めちゃめちゃいいな。全然これだけでいいわ。全然紹介してねえじゃないかって感じですけども、ちょっとじゃあいろんな機能試してみましょうか。このコーラスがついてるね、ちょっとこれも入れてみましょう。あー、ちょっとこのスペーシーなサウンドになりました。いいですね。厚くかけてみます。おースペーシースペーシとってもいいです。いやー、これアコギアンプすごい。ちょっとさっきからすごいしか言ってなくて、全然なんかボキャブラリーが貧困になってますけれども
なんかね、アコギのいいところがね、むちゃくちゃ再生されてる感じがする。どうですか？皆さんも聞いてみて。で、一応このアンプですね、このアコギのチャンネルだけではなく、一応このマイクとかつなげて、その弾き語りとか、そういうパフォーマンスをする方にですね、そのマイクもつなげられるようになってるんですよね。なんで、まぁちょっとこんな感じでマイクを用意してみたので、ちょっとなんかいろいろ入力をしてみようかと思うんですけれども。いや、すげえなぁ。これね、動画でね、なんかこのアンプとかのね、なんかレビューってね、正直実際聞いてみると分かんないじゃない。だからね、実際音をね、聞いてみてほしいなっていう感じはするんですけどね、これ動画越しで伝わってるかな、この私のこの感動は。マジでむちゃむちゃいいっすよ。で、これを上から、ポツッとな。よいしょ。で、これで音が出るはずなんだけれども、どうでしょうか。はっはっはっは。うほ。リバーブも、リバババ、リバッババッバッバッバ、リバーブ。じゃあ、ちょっからここからですね、私、このピンマイクで今音声を拾っているんですけども、この音声を一回切ります。ピンマイクの音声、オフ。これで今、ピンマイクの音声は切られまして、この H2N で拾っている音、つまりこのマイクロから、なんだっけ、ラウドボックスマイクロから出ている音だけが、皆様の元にお届けされている状態でございます。いかがでしょうか？ほほほほ。まあ、このギターと歌を適当にほほ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 こんなもんかなってレベルを合わせたら、まあイコライジングとかしたりとかして、ちょっと私のローを上げてみると、ローが出てきて、ローが出てきましたね。でもこんなにローはいらない。うほほほほほ、はい、もう出てきますね。まあこんなにハイはいらない。結局私のフルフラットが一番なんか音聞こ心地よく聞こえるんだよな。でリバーブも適度な感じで入れて、でこのミックス感で、この右上のマスターを上げればマイクとギターのバランスがそのまま上がるというような寸法でございます。どれもこれも夏のせい、あれもこれも全部夏のせい、が悪い。そう、僕は夏が嫌い。3年前ぐらいに1万円で売ってたレンズがどういうわけか4万円に値上がってて、これも夏のせい、あー全部夏のせい、夏のせい、夏のせい。昔は5万円で売っていたプリアンプ、今ではどういうわけか13万円くらいするの。値上げの幅がどうにもえげつない。ちなみにこのプリアンプオーディオインターフェースも私が買った時は16万5千円だったのに、今は今は24万円。全部全部夏のせい、全部全部どれもこれも夏のせいさ、全部全部夏のせいさ、どれもこれも、どれもこれも、どれもこれも全部夏のせい。夏のせい。いつまでもうまい棒が10円だとは限らない。Thank you。っていうことができるわけでございますよ。なんか何が何だか分かんなかったですけど、何が起こったのか分かんないですけども、
そんな塩梅でボーカルも入れられるしギターも入れられるし、まあ、今聴いていただいて分かる通りすごい、まあ、音がめちゃくちゃいいわけなんですよね。で今これ 40W のアンプで出力そんな上げてないんですけどね、結構な音量出てます、結構な音量出てます。まあうちのお店大体30人入るとまあいっぱいかなみたいな感じのサイズ感なんですけども、まあちょっと地べたに置くとね、ちょっと人に吸収、人になんかこう人間ってさ音吸収するからさ、ちょっと吸収されちゃうかなって感じがするんだけども、まあテーブルの上とか椅子とかに置いて、ちょっとこのね、あの胸ら辺の位置、まあこの辺ですよね、ちょうどこの辺に置いておくとですね、全然バーンってどこの、席に座ってもね届けられるんじゃないかなってぐらい結構いい感じのパワフルでしっとりサウンドが出てるような感じがしますね。これも夏のせいさ、夏のせいさ、そんな感じのサウンドでございます。ではちょっとピンマイク、うーん、turn on ピンマイクオン、 yeah! 今このマイクが生きております、そんな感じのラウドボックスマイクロのご紹介だったわけですけども、いかがだったでしょうか。まあこれがね動画越しにどこまで伝ってるかわかんないんですけどね、本当すごいこの音を聞いてほしいですね。やっぱ実際の音聞いてみてわかんないから、こういうのちょっとぜひあの楽器屋さんで見かけたら試奏してみてくださいませ。こんな感じで普通にこうねフルフラットにしてねリバーブちょっと出してジャラーンってやれば、あー確かにいいわってなるから。で他の機能とかもちょっと紹介させていただきたいところなんですが、あ、もう20分ぐらい喋ってんだ、長えな話長くて嫌なっちゃうね、滝沢さんはね困っちゃうよ。だってさ、これこの動画ってさ、今これ視聴者の皆さんに届けてるかもしれないけどもさ、この動画このままだってあの黒沢さんがチェックするんだぜ。僕が黒沢さんに投げて動画出来上がりましたっつって黒沢さんの社員さんの時間を丸々20分奪うことになってるんだぜ。これすごいよね、どんだけ罪深いんだよみたいなね。そんなもう申し訳ないです、すいません黒沢さん、すいませんこんな感じです。で、ちょっと特色をですね少しおしゃべりさせていただこうとすると、まあ、さっきお伝えした通りですね、そのオグジュアリーインのボリュームとかが、ついてないですし、あと最近流行りのね、その Bluetooth 接続、そのスマートフォンとかタブレットとかに Bluetooth で音源流せますよとか、なんかアプリのなんか連携ができますよみたいな、まあそういったこの便利機能みたいなのですね、まあ一切ついてないっていうのが、まあデメリットじゃデメリットなんですけれども、まあ逆にメリットでもあると思うんですよ。どういうことかっていうと、僕とかそうなんですけど、こういうね、外部入力ってね、まず使わないんだよね。入力したとしても、別にそんなにこう、オケを流して歌うとか、なんか音楽を流して、なんか BGM にするとかってそういうことも全くないし、まあ確かに Bluetooth とかこういうオグジュアリとかついてると便利じゃ便利なんだけどね、あんま使わないっていうのが正直なところなんです。で、その分ね、そのまあ音質だったりとか、スピーカーだったりとか、そのこの辺のプリアンプ部分だったりとか、まあこの辺のね、便利機能の予算がですね、こっちにこう全振りされてるって考えると、まあデメリットとメリットをどう感じるか結構人それぞれかなと思うんですけど、いかがでしょうか。もし皆様がアコギを弾きながら弾き語りをするよっていう人で、で、特になんかこうスマートフォンとか音源とかで、ね、そのカラオケとか流して歌えようということが特にないよと。普通にソロギターとかでね、演奏したりとか、なんかこう、ちょっと歌ったりとかするぐらいで、そういう外部音源とか使わないよっていう方いらっしゃったらですね、まあ、ある意味では、こういうアンプこそが一つの選択肢になるんじゃないのかなっていう、感じがします。で、この辺ね、まあ、イヤホンとかね、その DI アウトとかもあるんですけども、まあ、こういうの、まあ、あっても、僕は多分使わないと思うんですが、まあ、このフィッシュマンのアンプを、まあ、プリアンプとして、とてつもなく気に入ったならば、まあ、この DI を使ってですね、このアンプで作られた音、プリアンプとして使って、まあ、ミキサーとかレコーディングとかでも使うことができるという感じなので、その辺をですね、まあ、興味があったらいろいろ試してみるとね、またいい音が作れるのかなって感じがするんですけども、まあ、そんな感じでございます。今回はですね、フィッシュマンのラウドボックスマイクロのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。何度も言うんですけどもね、アコギの音が、まあ、とにかく良い。ぜひ、この音を実際に体感していただけたらすごく嬉しいなというところでございます。インプット端子は2つでございます。ギターとマイクとか接続できます。で、マスターとかもついているのでね、バランスとかすごい取りやすく、音量コントロールとかもすごくしやすいかと思います。オグジュアリとか Bluetooth とかそういった便利機能がないけどね、その分、音質の方に全振りしているのかなというくらいの、とてつもなく音質が素敵なアンプでございました。ババン。はい、こんな感じで楽器屋さんとかで見かけることがありましたら、ぜひ試奏とかしてみてくださいませ。もしくはね、うちの歌いストカフェのお店、店舗に来ていただければ、まあこれのね、アンプがうちのお店に存在する限り、全然試奏とかしていただけるので、まあ興味があったらね、うちのお店来た時に、ちょっとあれ触らせてくれ、みたいな感じで触っていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。キンカン。そんな感じで、じゃあ、この動画を終わりにさせていただきましょう。普通に、サクッと終わらすつもりが20分経ってしまった。そんな時もあります。それでは、
何かご意見ご感想リクエストその他もろもろありましたらぜひコメントの方に残していただけますと幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。